おう。相葉、やつはどこへ逃げたんだろうか。いや、それよりもなっちゃんだ。関ヶ原に進展がないか確認しよう。相葉エリカの正体はロボット、いや正確には泉十郎という意識だけの犯罪者だった。私の体にナノマシンを入れ何かを企んでいたらしい。女子トイレの事件に関与していた如月は彼女に似せて作られたロボットだった。壊れた体は旧校舎に捨てられていて、中に入っていた意識は相場に乗り移ったようだ。敷島の施設に兵器らしきものはあった。だがゴートたちの話は無茶苦茶だ。私を解放したのは泳がせて裏にある組織を突き止めるためかもな。なっちゃんが行方不明になって何日だ。食料は探せばあると聞いたが心配だ。関ヶ原たちのいる旧校舎へ急ごう。誰かいるか。隠れてるのか。いねえな。ここに隠れると言ってたのに。まだ探してくれてるのかな。それとも捕まったとか。うん。ここだ。どうしたんだ関ヶ原。将来とナノマシンに隠れた進行している。なんだそれ。白の目標と同じ状態だ。あ、おい。まだ記憶はある。薬が切れただけだ。俺のことより南夏野だろ。セクター3で居場所が分かったぞ。え？三浦。まだ推測で確定ではない。だがそこにいる確率は高い。探しに行こう。あ、そうか、関ヶ原が。俺は置いてけ。そのためにお前を待ってたんだ。それに黒服はターゲットを俺に絞っている。協力者に見えると厄介だぞ。一緒は避けた方がいい。こっちへ来い。なんだよこれって。持ってけ。使い方が分かんねえよ。南を助けるのに必要になる。代わりと言っちゃなんだが、俺のメッセージを三浦が持ってる。もしも記憶をなくしたら俺に見せてやってくれ。お前はこのままでいいのか。俺は自分のことで手一杯だからな。東雲の薬が保健室にあるはずだ。三浦が急ぎたがってる。行ってくれ。それで、なっちゃんはどこにいるんだ。ここから担当に
3.1キロメートル、ドロイドが不自然に集まる場所がある。あのロボットが？ドロイドは何かを見つけた。何かって、なっちゃん、このドローンには攻撃能力がない。わかってるよ。やってやろう。どっちだ？案内しろ。中には入ってこないけど、一歩でも出たら捕まえに来る。ここに逃げ込んでからますます集まってきてるし、持ってきた缶詰も昨日で最後、節約して飲んでた缶ジュースもついに空だ。どうしたらいいんだろう。誰にも知られず死んじゃうのかな。なんて知るかよ。嘘、ゆきちゃん、よっちゃん、よかった、ゆきちゃん、やっと見つけた。もう大丈夫だ。でもなんでゆきちゃんが？なっちゃんがいるなら他の惑星にだって飛んでくよ。ゆきちゃん、シーボーラーとシロシールドが生きている。 BG、 ドロイドが近づけちゃいかけた。戻ってきてくれたのね。もちろんだ。積もる話は後にしよう。ドロイド4体が接近中だ。行こう。どんな化け物でもぶっ飛ばしてやる。